今回発表いたしますのは新しい XR シリーズになります。まずは XR16 ドライバーから。 XR16 ドライバー開発コンセプトはフォーギブネス meets fast。 この圧倒的なスピードを実現するために我々は今回パートナーシップを結びました。米国ボーイング社とのパートナーシップです。最も特徴的なのはやはりこのニュースピードステップというクラウンに配置した2つのステップです。もっと速く、さらに遠くへ、 XR は新たな翼を手に入れた。ボーイングと追求した最先端ヘッドと高所属フェースが生み出す飛距離と優しさ、こちらが XR16 ドライバーとなります。こんにちは。こんにちは。お願いします。ではよろしくお願いします。こんにちは、藤田ひかりです。こんにちは、ゴルフフィールズクラブアドバイザーの小倉隼人です。今日はですね、じゃん、キャロウェイさんのニューモデル XR16 を藤田プロと試打してみたいと思います。それでは行ってみよう。やってみよう。これがですね、今回のニューモデル、キャロウェイさんの XR16 なんですけれども、藤田プロ、まずデザイン見ていかがですか？この見た感じ、もうすごいスピードが出るようなドライバーなのなっていう印象が強くって、はい、なんかかっこいいなと思いました。この後ろのこのラインが、うんうん、仕上げもね、マットブラックで非常にかっこいいですよね、はい、で、形で特徴なのがですね、今回ここのクラウン状に突起があるんですけれども、はい、形状とか形とかどうですか？そうですね、やっぱマット加工は前回の XR とも同じなんですけど、はい、ちょっとなんか綺麗に仕上がってる感じと、うんうん、このちょっと凹凸あるの私使ったことがないので、ちょっと新鮮かなと思います。どうですか、第初めての一球。すっごい打感がいいです。ああ、そうですか、はい、で思ったよりもすごい球が上がりますね。今使ってるドライバーよりも軽く上がるかなっていう感じはします。構えてすごいこうテイクバックした時に優しい感じが します。構えた時に難しさはあまり感じないです。ああ、いいですね、はい、そうですね、今何球か打った感じもスライス出るっていう感覚がなかったので、すごくいいクラブだなと思います、はい、プロでも十分使える感じ。そうですね、いいですね。ちょっともうちょっとあの自分のものにしていきたいかなという気はありますね。そうですね、はい、幅広いゴルファーの方に使ってもらえるような感じなので、まあ、女性も使えますし。お、女性もいけますか？いけますね、これだったら。そんなに力入れなくても球も上がりますし、うんうん、もちろん男性の方も使えます、うん、はい、いいですね、幅広い方に使えるクラブということですね、はい、なるほど。パワヒタ向けに、作られた XR、プロ16ドライバーの方を試出してもらいたいと思います。まず構えた形状、さあ、はい、どんな感じでありますか？やっぱり先ほどのと比べてちょっと小ぶりで、はい、
なんか印象的には難しいのかなと思うんですけど、はい、でも私が使ってるドライバーとそんなに変わりもしないので、うんうん、やっぱりなんかちょっとそうですね、あの難しいのを求めたい人はこっちかなと思いますけ ど、こう操作したいとかそういう感じですかね。そうですね、自分で多分操作できるサイズだと思うので、うんうんうん、はい。おお、アイスボール、どうですか、スタンダードモデルと比べて。すごい分かりやすく出ますね。ああ、本当ですか。あんまりちょっと左に、私結構できんなら左に行っちゃうんですけど、うん、今もあんまりナイスショットじゃなかったんですけど、うん、左に引っかかりちょっとずらい、でもスライスではない球、ちょっとまっすぐに近い球が打てるのかなと思います。プロに試していただいたこの2本なんですけれども、はい、それぞれ、おすすめのアマチュア、はい、どこいった方が使った方がいいよ、はい、みたいなのってありますか。そうです、やっぱりこっちのドライバーはアマチュア本当にアベレージの方で芯を外しても全然もう大丈夫なので、うん、まあそうです、そんなにゴルフに行かない方でも、うんうん、練習場ゴルファーでも全然こっちの方は使えますし、うん、こっちの方はやっぱりバリバリちょっとゴルフやられる方にできれば打ってもらいたいなと思います、ね、うんうん、なるほど、はいはい、そうですね、やっぱりこちらのドライバーはやっぱ飛ばしたい人、はい、もう芯を外しても全然距離は変わらないと思うので、うん、こっちは飛ばしたい人で、こっちのドライバーはそれパワーヒッターの人にできれば使ってもらいたいなと思いますね、うん、なるほど、はい、XR16 はとにかく飛ばしたい人、 X プロ16は、パワーヒッターの人に、はい、使ってもらいたいです。ぜひ皆さん試してみてくださいね。試してみてください。